愛よりお金だわ。純粋で献身的だった妻はもういない。勤め先の社長に毒されて打算的な女性に豹変してしまった。俺は失意のどん底に突き落とされ、生きがいすら失う。そうだ、結婚しない？そんな時に降りかかった出会いと突拍子もない提案、それは俺の運命を変えた。暗く深い谷底にいた俺を再びまばゆい地上へ引っ張り上げてくれたんだ。俺の名前は青木圭介、医療機器メーカーで働く34歳。実を言うと俺の夢は医師だった。きっかけは父が大病をしたこと。父の手術を担当してくれた執刀医が小学2年生だった俺の目にものすごくかっこよく映った。俺も誰かの命を救いたい、力になりたいと強く願ったのだ。しかし父の病気は長期的に療養が必要だったため、我が家の収入は激減、裕福とは到底言えない家庭状況に陥った。進学塾には通えず、大学の入学費用どころか受験料も捻出できない有様。しかも医学部は6年生だ。とてもではないが、卒業するまでの学費を払い切る財力は望めない。俺は早々に夢を諦めたのだった。でも本当はそれは挫折したことの言い訳だ。奨学金制度というものもあるし、バイトを掛け持ちしたっていい。貧しい家庭という環境をものともせず立派に医師になった人は5万といる。俺はただ医師になれるだけの頭脳を持ち合わせていなかったに過ぎない。そして何としてでも医師になるという強い情熱もなかったのだ。だが誰かの力になりたいという気持ちは本物だった。それは大人になっても変わりなく持ち続けていた。就職先に医療機器メーカーを選んだのはそのためだ。医師ではない俺でも医療機器を提供することで誰かを助ける手伝いが間接的にできる。創業者でもある社長が志の高い人で企業理念に共感できたのも志望動機の一つだ。ところが入社してから10年、俺が30歳の時、岩井社長が他界したことに伴い、彼の息子である拓也氏が新社長に就任。それを皮切りに俺を取り巻く環境は大きく変わり始める。拓也氏は俺と一回りほどしか違わないから当時43歳、少々若すぎないかと不安に感じたことをよく覚えている。そしてその予感は当たった。前社長の時には社会貢献活動が積極的に行われていたのに、拓也社長は縮小、常に利益優先の売上至上主義に変化してしまったのだ。俺が好きだったかつての会社はもう存在しない。寂しいような裏切られたような気持ちを感じても辞めるわけにはいかなかった。俺にはすでに守るべき家庭があったからだ。一つ年下の里子とは仕事を通して知り合った。彼女は総合病院で皮膚科の医師として働いているのだ。交際を始めた頃、里子はまだ研修中。無事に研修を終え、交際1年目の記念日に彼女から逆プロポーズをしてくれたのだった。結婚から2年、里子を愛おしいと感じる気持ちは新婚の頃から変わらない。彼女の凛とした外見ももちろん好きだ。だがそれ以上に俺は彼女を人として尊敬もしていた。手に職の最高峰である医師免許を持つ彼女とはいえ、里子の育った家庭も富裕層というわけではない。医学部を卒業するためには経済面で大変苦労したと聞いている。しかし里子は自他共に認める努力家。大学には現役合格し、留年することなくストレートで進級し医師免許を取得した。医師になることを挫折した俺にとって里子は眩しかった。
彼女は念願の皮膚科医として勤務し始めてからも収入の多くを奨学金返済に充てた。よって家賃や光熱費、生活費は夫の俺が負担することに。夫婦なら助け合うのが当然だし、夫が妻を食べさせるのが当たり前だと考えていたから、むしろ里子が俺を頼って夫を立ててくれる姿勢なのがありがたかった。俺たちはとてもうまくいっていた。里子の存在自体が俺の生きがいだった。それなのに悪魔がついに俺に牙を剥いた。私と離婚して好きな人ができたの。いつもと変わらない夕飯時、里子は俺の向かいで神妙な顔つきで衝撃の告白をした。え、冗談だよね。嘘だと思いたくて、というより嘘だとしか思えず、へらっと笑いながら聞き返した俺。そんな俺を彼女はしっかりと見据えて首を横に振った。ごめんね、ケイスケ。私は今の生活から抜け出したいの。え？どういう意味だよ。俺は里子と一緒に過ごせるだけで幸せそのものなのに、彼女は抜け出したいと思うほど不満があるということなのか。結婚してからまだ2年しか経っていないというのに、もう心変わりしたというのか。結婚式で誓った永遠の愛とは、そんなに軽いものだったのか。愕然とする俺を前に、里子は無言でうつむき、口を聞こうとしない。彼女は優しい性格だが、こうと決めたら自分の意志を曲げず、頑固に貫く人。話を切り出したということは、単なる提案ではない。揺らぐことがない決定事項なのだ。それでも、俺はわずかな可能性にすがりたかった。好きな人って、誰？里子の返答を待つ時間は、まるで拷問のようなひとときだった。社長よ。あなたの会社の社長の岩井拓也さん。彼女はなぜか勝ち誇ったような顔をした。その瞬間、先ほどの神妙な顔は演技だったと悟る俺。俺が結婚した相手は、純粋で汚れを知らない女性だと信じていたのに、とんだ目ぎつねだったというわけだ。プロポーズもされているの。もちろんお受けするつもり。だから、離婚してほしいの。頭が混乱した。拓也社長だって妻がいたはずだ。既婚者の女性に既婚者の男性がプロポーズするなんて、意味がわからない。嘘だろ。どうして、社長といつの間に。問いただす俺はタイムスリップしたい思いでいっぱいだった。できることなら今すぐ1年半前のあの日に戻りたい。そしてある女性の口止めをしたかった。しかしすぐに思い直す。他人ばかりを責めるのはお門違いだ。なぜなら最終的に判断を下したのは俺自身。二人の接点は他の誰でもない俺が作ってしまったのだから。あれは俺たちの結婚式の時にまで遡る。拓也社長は末端の平社員の配偶者なんて本来は気にかけない。ただ彼が就任する際に秘書に就くことになった女性社員が俺と同期だった。俺たちは結婚式にそれぞれの同期や友人を招待した。綺麗な奥さんをもらったそうじゃないか。しかも女医なんだろ？紹介しろよ。拓也社長は秘書を従えて俺のデスクまでわざわざやってきた。秘書が申し訳なさそうに俺に目配せをしてきたことで状況を察した俺。綺麗な奥さんということは、拓也社長は結婚式の写真も見たのだろう。新しい商品開発のために監修してくれる皮膚科医を探していたんだよ。前社長は医療分野以外に手を出さなかった。
医療機器メーカーとしての誇りを持っていたからだ。だが、拓也社長は違った。このままでは頭打ちになると言って、美容の分野にも乗り出す戦略を推し進めた。そして、拓也社長の肝入りで、美顔器の開発が進められている最中だったのだ。彼は、医療機器メーカーならではという特色を出したいらしい。そのために、皮膚科の女医はうってつけだと考えたのだろう。しかも、里子は外見も美しい。うまくいけば広告塔としても使えると、野心家の拓也社長が考えても不思議ではなかった。自社の商品開発のために協力するのは当然だろう。俺は返事ができなかった。嫌な予感を感じ取り、里子を紹介することを渋ったのだ。すぐに承諾しない俺に、拓也社長は苛立ちを見せた。社長命令だ。脅しに近い迫力で、俺がイエスと答えるのを待ち構える拓也社長。わかりました。内心は渋々だったが、俺は空気に飲まれるように了承した。詳しいことは秘書と連絡を取り合ってくれ。拓也社長は、権力で俺を組み伏したことに満足したようだ。一旦、秘書と共に社長室へ戻っていった。昼休みになると、秘書が今度は一人で俺のデスクにやってきた。ごめんね。嫌だったよね。こんな大事になるとは思わなくて。秘書は平謝りしながら頭を下げた。休み明けに話さなければいけない羽目になって。俺たちの結婚式は日曜日に取り行った。うちの会社は基本的に土日祝日が休み。だが、社長秘書ともなると、接待の同行などで休日出勤せざるを得ない場合もある。彼女は結婚式出席のために有給休暇を申請したようだ。そのことで、拓也社長に聞かれるままに、俺たち夫婦のことを話したらしい。面倒な仕事が億劫で、嘘をついたんじゃないだろうな。休暇明けに出勤した際、拓也社長から理由を疑われた秘書。証拠として結婚式の写真を見せたのだと話してくれた。拓也社長はその時、里子の美しいウェディングドレス姿に過剰に反応したそうだ。仕方ないさ、君のせいじゃない。秘書家でエースと呼ばれるほど気が利く彼女。けれども、他人の妻についてペラペラ話したことに関しては気が利かなかったと言える。だが、上司に妻を紹介したところで、二人が恋仲になると誰が想像できただろう。そう分かっていても、どうしても文句の一つも言いたくなってしまったのだ。それから一週間後、秘書が会食の席を設け、里子を拓也社長に紹介した。彼の目がビジネスマンのそれではないことに、俺はすぐに気づいた。男性が異性として意識して女性を見る目だ。俺の愛妻を舐め回すように眺める視線に嫌悪感を抱いた。あくまでも里子にビジネス上の協力を仰ぐ名目で設けられた席であったはず。ところが彼女のプライベートばかりを詮索し、なかなか商談に持っていかない拓也社長。業を煮やした俺は話題を美顔器のことに持っていこうと必死だった。里子は聡明な女性だ。夫の上司相手にわきまえてくれて、愛想よく接してくれた。きっと、無理して笑ってくれているのだろう。俺は心の中で感謝した。拓也社長に警戒心を抱いた俺は、二人きりになる場面を作らないように心がけた。直接連絡を取り合わないように、里子の個人的な連絡先も教えなかった。ひとまず俺が間に入ったことで、会食はそつなく終えることができた。里子、社長が失礼な態度をとってすまなかった。自宅に帰ってから、里子に気づかれをさせてしまったことを謝った俺。いいのよ。あなたの仕事のサポートができたら本望だわ。里子も苦笑いを浮かべ、拓也社長のことを迷惑そうにしていたのに、
なぜこうなってしまったのだろうか。二人の関係が進展するのを防げなかったのは俺の失態だ。しかも一年半もの間、妻の不穏な動きに全然気がつかなかったなんて。拓也さんは情熱的にアプローチしてくれたの。うっとりと浮気男のことをのろける里子。なんと拓也社長は里子の職場にまで押しかけてきたという。実は会食後間もなく美顔器の企画は立ち消えになった。そのせいで安心していた愚かな俺は油断の塊だったのだ。やはり拓也社長は最初から里子をビジネスパートナーとして見ていなかった。あの時の男の第六感を信じていれば。でも全ては後の祭り。最後に一つだけ聞かせてくれ。離婚に応じてくれるなら答えてもいいわ。里子はなぜだか上から目線で高圧的な態度。俺はもう関係を修復する気にはなれなかったので素直にうなずいた。お互い育った環境が似てることで俺たちは絆を深めただろう。社長は真逆じゃないか。そうね。だからよ、もうお金の心配をしたくないの。拓也さんは奨学金も全額返済してくれるって。里子は打算で再婚を選んだというのか。それだけじゃなく贅沢をさせてくれる。愛よりお金なんて幻想に過ぎないわ。正々とした顔で里子がきっぱりと言い切った。多忙な研修医時代を乗り切った里子。これから将来のことを考える際にキャリアを築くのを待つよりも家族として一緒に思い出を作っていきたいと語っていた。愛があれば他には何もいらない。そう言ってお互い支え合う前提で結婚を決めたはずだったのに、この2年間で里子は家族として支えることを放棄したくなったということらしい。一方的に支えてもらえそうな社長に寄りかかりたくなったのだろう。それは俺の力不足だから仕方ない。仕方ないのだが。逆プロポーズするほどの情熱はあっという間に冷めてしまったの。まるで人が変わったかのように豹変した里子。もう俺の好きだった里子はどこにもいない。今の生活から抜け出すって、借金をチャラにして贅沢三昧したいってことか。俺は尊敬してやまなかったはずの里子に初めて失望した。生活を前にすると愛なんて簡単に擦り切れてしまうものよ。里子は俺と同じように結婚生活に満足しているとばかり思っていた。どうやら幻想を見ていたようだ。こうして社長に最愛の妻を奪われる形で俺と里子の結婚生活はあっけなく幕を閉じた。離婚してから100日経過するのを待って拓也社長と里子は再婚。社長から俺に直接謝罪の言葉はなかった。離婚後一人分の食事を作る気にはなれなかった俺。食卓にはスーパーマーケットで買ってきた弁当や惣菜が並ぶ機会が多くなった。こんな些細なことからも里子が俺の生きがいだったことを思い知らされた。社長の顔を二度と見たくなかったので離婚が成立すると同時に退職した。そして会社の規模は前の会社よりも小さいが誠実に医療機器を作っている会社に転職。最初の3ヶ月くらいは闇の中を歩いているような感覚だった。だが新しい職場でやりがいを感じ、俺は徐々に元気を取り戻していった。そして生活を立て直す気力が湧き始めた俺は引っ越しを決断。里子との楽しい思い出がたくさん残った部屋に住み続けるのはやはり辛かったから。離婚から4ヶ月が経過したある日のことだ。引っ越し先の近所のスーパーで俺は意外な人物と遭遇した。それは拓也社長の元夫人、昭恵さん。レジで会計を済ませる際、店員さんの顔を見るともなしに見て驚いた。
だが、確か元社長夫人は名家出身のご令嬢だったはず。こんなところで働いているというのは想像しにくかった。以前会社の創立記念パーティーで一方的にお見かけしたことがあった。平社員の俺など決してお近づきになれなかったが、綺麗な髪をなびかせ、ブランド物の洋服を身にまとった華やかな印象の美人だった。しかし、スーパーの従業員としてレジ打ちしている姿は、ボサボサの髪を無造作にまとめ、生活感が漂う地味な印象。疲れが顔に出ていて、営業スマイルさえなく、無表情で淡々と業務をこなしていた。ちらりと胸元を見ると、ホンダと書かれたネームプレート。下の名前までは記入されていない。元社長夫人の旧姓など知らない俺は、確信が持てずに声がかけられなかった。変わり果てた昭恵さんの姿を見るのは、正直に言って辛かった。一ヶ月前の俺も、客観的に見れば、彼女と同じように覇気がなく映っていたことだろう。だが、俺の生活圏内で便利に使えるスーパーといえば、そこしかない。心が痛みながらも通い続けた。昭恵さんのシフトが被っていませんように、と祈りながら来店する。しかし、祈りも虚しく、ほぼ毎日、昭恵さんはレジに立っていた。何かしていた方が気が紛れるという思いで、仕事に打ち込んでいるのかもしれない。とはいえ、言うならば俺たちは一方的に離婚を言い渡された同志のようなもの。彼女を見かけるたび、心の中で密かにエールを送っていた。昭恵さんをスーパーで発見してから3週間が経過した頃、俺たちの関係を変化させる事件が発生した。お客様、大丈夫ですか？店員の悲鳴に近い声が店内に響き渡った。誰か来てください！人が倒れました！急いで声がする方へ駆けつけると、初老の男性が床に仰向けで倒れていた。医療従事者ではない俺だが、無関係の職業の人よりは多少の知識がある。何かせずにはいられなかった。昭恵さんもすぐにその場に駆け寄ってきた。うろたえる店員の一人に救急車を呼ぶように指示を出す昭恵さん。俺は心臓に耳を当て、動いていることを確認する。頭を持ち上げようとする店長に待ったをかけた。下手に動かさない方がいいかもしれません。男性は自発呼吸をしている。AED や心臓マッサージなどの救命処置は必要ないと判断した俺。脈拍を測りながら救急車の到着を待った。お客様、失礼しますね。ご家族に連絡するため、カバンを拝見させていただきます。その間、昭恵さんは倒れている男性のカバンの中身をチェックし始めた。運転免許証を発見すると、その場にいた店長に知らないかと確認する。店長は首を横に振ったが、大きな声で周りを囲むやじ馬と化した客たちに呼びかけた。お客様の中に増田一郎さんのお知り合いはいらっしゃいませんか？家族同伴で買い物に来ていたらすぐに名乗り出るはず。それがないところを見るに、男性は一人で来店したのだろう。しかし、そこは地域密着型のスーパー。倒れた男性に心当たりがある人がいるかもしれない。客たちがざわざわし始めた頃、救急車が到着した。客の一人が、もしかしたら知り合いの旦那さんかもしれないと言い出した。連絡を取ってみたら、ビンゴ。そのお客さんが救急車に同乗することになり、俺たちは無事を祈りながら見送った。お客様、ご対応いただきありがとうございました。医療従事者の方ですか？店長が訪ねてきた。嘘をつくのも気が咎めたので、医療機器メーカーに勤務するものだと告げた。昭恵さんがピクッとわずかに眉を上げたのを見逃さなかった。もしかして、昭恵さんの元旦那さんの会社の人だったりして。離婚の事情を知っているらしい店長は茶化すように言い放った。え、なんでそれを知ってるんですか？あ、俺は口を滑らせてしまった直後に自分の失言に気づいた。まさか本当に
岩井の会社の社員さんなんですか？昭恵さんに問われて言い逃れはできないと悟った俺。以前、岩井社長の会社に勤めておりました。青木圭介と申します。俺の名前を聞いて、すぐに自分の離婚の元凶になった女性の元夫だと気づいたのだろう。昭恵さんの顔は、みるみるうちに青ざめていた。あ、青木って、拓也さんが得意げに奪い取って嫁にしたって豪語していたあの、やべ。店長はペロッと舌を出した。俺、早紀江さんの親戚にあたるものなんです。だから話はいろいろと聞いていて。口が軽そうな店長は、ニヤニヤしながら俺を嘲笑った。そうなんです。店長のご厚意で、ずっと専業主婦で能なしの私を雇ってもらったんです。社長夫人だった時は、遠巻きに眺めるしかできなかった昭恵さん。自信に満ち溢れた人だと勝手に思い込んでいた。だが、目の前の昭恵さんは、所在なさげでうつろな瞳。離婚したことで、自己肯定感をすべて持ち去られてしまったかのようだ。俺は昭恵さんに、再び花が咲くように笑ってほしかった。昭恵さんを見下す店長から、彼女を傷つける環境から、守ってあげたい。まだ亡霊のようにまとわりついている拓也社長の呪縛からも解き放ってあげたい。そんな風になぜか強烈に思った。あの気まずいかもしれないですが、またお店にいらしてくださいね。捨て犬が通りすがりの飼い主候補を見る目に似ている、すがるような昭恵さんの視線。胸がキュンとうずいた。これは非語欲なのかと自分の心に問うてみた。俺の心は同志としての情だろうと答えた。まだこの時は。正体がバレてからというもの、俺は逆に気楽にスーパーに通えるようになった。金曜日は他の曜日よりも遅めなので、今度は30分後に来ればお惣菜の値引きシールを貼り出しますよ。昭恵さんは俺にこそっと耳打ちして、お買い得情報を教えてくれたりした。がめつい店長の鼻を少しだけ明かした気がして、隠れるように微笑み合った。買い物先をコンビニにシフトチェンジすることもできた。しかしコンビニよりもスーパーの方が節約になるし、スーパーへ行くのならここが一番便利だしと心の中で言い訳をして通い続けた。でもそれは口実だ。俺はいつの間にか昭恵さんに会いに行くことがメインになっていた。2週間が経ち、昭恵さんが以前よりも明るい笑顔を見せるようになった頃、初めて昭恵さんからスーパーの外で会うことを提案された。彼女が勤務を終えるのを待って、こじんまりとした洋食屋で食事をすることに。レジカウンター以外で初めて対面に向き合った。注文を終えてから料理が来るまでの間が緊張のピークだった。私と岩井の離婚理由を聞いていますか？昭恵さんは拓也社長の名前を出すのも嫌そうな雰囲気。うちの妻じゃないや、元妻の里子と恋愛関係になったからではないんですか？何かを言い淀むようにうつむく昭恵さん。俺は拓也社長に里子を奪われた。それは単純に拓也社長が昭恵さんから里子に心変わりしたということだと認識していた。彼は単にトロフィーワイフが欲しいのだろうと。だが考えてみれば不思議だ。単に美人がお望みならば、昭恵さんだって里子に負けていない。むしろプライドも高く気が強い里子より、従順そうな昭恵さんの方が操縦しやすいと考えるはず。夫が妻を操縦しようなんて考え自体、傲慢で吐き気がする。だが、拓也社長の性質上、そう考えていてもおかしくなかった。昭恵さんは、重い口を開いた。子供ができなかったことが、一番の原因なんです。彼女の年齢は、35歳。すぐに妊娠したとしても、高齢出産と言われる年齢だ。一方で里子はまだ29歳。
まだまだ妊娠適齢期と言えるだろう。この知能指数を決める遺伝子的要因は女側に依存するところが大きい。女医が産む子なら文句はないが祝いの持論でして。昭恵さんは申し訳なさそうにつぶやいた。佐都子は拓也社長の後継者を産むための誤妻ということですか。怒りに震える俺の問いかけに昭恵さんは無言でうなずいた。確かに佐都子も打算で再婚を選んだけれども、拓也社長のそんな目論見まで承諾しているとは思えない。佐都子は俺と結婚している間もしばらくは子供を作ることは考えられないと言っていた。奨学金を返済中だという経済面の問題もあるが、ワークライフバランスを考えてのことでもあった。経済的にゆとりができたからといって手放しに子供を持つ気になるだろうか。祝いからも義理の両親からも子供ができないのは私のせいだと責められて。昭恵さんは辛い過去を思い出したようでハンカチで涙を拭った。私の両親も女は子供を産んでこそ一人前みたいな考え方の人たちだから、実家に出戻ることも許されず。昭恵さんは本格的に声を出して泣き始めてしまった。名家の令嬢である昭恵さんがスーパーの店員として働いている理由がやっと腑に落ちた。そこへ間の悪いことにウェイターが料理を運んできた。ごめんなさいね、温かいうちに召し上がって。こんな時でも他人を気遣う昭恵さん。悲痛な面持ちをした女性を前にし、拓也社長の傲慢さを改めて思い知って食欲なんて湧かない。それから俺たちは人生で一番味のしないハヤシライスを黙々と平らげた。その後、食後のコーヒーを飲んでいる時、不意に昭恵さんが笑い出した。面白いことを思いついちゃったわ。昭恵さんは食事前よりも俺に砕けた態度で接するようになった。俺の目の前で散々泣いてしまったことで逆に吹っ切れたのかもしれない。結婚しない？え？俺は思わずコーヒーを吹き出してしまいそうになった。あ、もちろん本当に婚姻届を提出しようって言ってるんじゃないのよ。慌てふためく俺を見て昭恵さんはおかしそうに笑った。岩井と里子さんをギャフンと言わせたくない？小悪魔のような微笑をした昭恵さんは魅惑的に映った。私と圭介さんが結婚すると宣言したら目を向いて驚くわよ、きっと。俺の気持ちを探るように上目遣いで見てくる昭恵さんに思わずドキッとする俺。突拍子もない提案だったが、気が動転して狼狽する二人の姿を思い浮かべたら痛快な気分になった。3ヶ月後、里子さんが専務取締役になったことをお祝いする就任披露パーティーがあるらしいの。そこへ俺と昭恵さんが腕を組んで現れたらどんな顔をするか見ものですね。俺たちはいたずらを企む悪ガキのようにイヒヒと笑い合った。復讐なんてしても意味がないかもしれない。しかしそれで少しは気が晴れて前向きに生きていくことができたら、俺は離婚後に初めて光を見た気がした。これで本当に俺たちは同志になれる。同じ傷を負った者同士しかお互いを慰め合うことができない。俺たちは二人に逆襲するという目的よりも自分たちの未来のために立ち上がった。就任披露パーティーの当日、昭恵さんの顔を見てハッとした受付係は招待状の提示を求めた。持っているはずがないと思ったのだろうが、招待状を得意げに見せた俺たち。第一関門突破にイヒヒと笑い合った。その時、ロビーで来賓を迎え入れている重役の一人が俺たちの元へやってきた。拓也社長のいとこの岩井常務は、俺たちを追い出すために現れたのではない。打ち合わせ通り、アテンド係として彼が拓也社長と里子のところへ案内した。途端にざわめくロビー。俺たちは
パーティー会場に堂々と乗り込んだ。ドレスアップした昭恵さんは出席者の誰よりも綺麗だ。俺は誇らしい気持ちで腕を組んでエスコートした。胸の高鳴りは久々に元妻と拓也社長と対面する緊張から来るものだけではなかった。会場の奥に岩井夫妻を見つけた俺たち、獲物に向かうサメのようにズンズンと近づいていった。お久しぶりです。この度はおめでとうございます。岩井夫妻が他の出席者と話を終えたタイミングで声をかけた。想像の2倍以上目を見開いて驚く拓也社長と里子の顔を見て揃って吹き出してしまった。お前たち知り合いだったのか。拓也社長が驚愕の表情を浮かべた。知り合いどころかねえ、俺たち結婚することになりました。息の合った役者同士のようにセリフの掛け合いも完璧。ちょっとどういうこと。里子の金切り声がこれほど耳障りだとは意外に感じた。たった半年前までは世界で一番愛おしい存在だったのに。昭恵、よりにもよってなんでこの男なんだ。俺への当てつけか。怒鳴り声を上げる拓也社長。相変わらず世界は自分中心に回ってると思ってるのね。あなたなんて関係ないわ。圭介さんと私が愛し合っているだけよ。芝居だと分かっていても昭恵さんの言葉が嬉しかった。私を失ってからずっとうなだれていると思ったのに、もう他の女、しかも拓也さんのお下がりなんかと。里子のあまりにも下品な物言いにがっかりした。あんなにひどい仕打ちをしておいて、いつまでも俺が君に未練があると思えるなんて、随分能天気なんだな。俺は里子を睨みつけた。周りの出席者たちも騒ぎに気づき始めて、野じ馬に取り囲まれた俺たち。その時昭恵さんが言い放った。かつて妻だった私が言うから間違いないわ。ここにいる岩井拓也社長は従業員は全員自分の下僕だと思っているろくでなしよ。たまりにたまった文句を言えてすがすがしい顔をした昭恵さん。その横顔はとにかくかっこよくてゾクゾクするほど美しかった。出会ってから初めて昭恵さんの強い一面を見れた気がして胸がときめいた。ところで岩井常務は何をしてるんだ。本来はずっとロビーで待機をする係のはずの岩井常務。俺と昭恵さんの登場に気が散っていた拓也社長は、彼がこの場にいることにようやく違和感を覚えたようだ。実は青木から提案を受け、一緒に起業することにしたんだよ。え？拓也社長は鳩が豆鉄砲を食ったような顔で言葉を失っていた。岩井常務は前社長の実弟の息子、拓也社長のいとこにあたる。彼は以前から拓也社長の方針に反感を持っていると社内で噂になっていた。そこで俺は岩井常務に話を持ちかけた。俺と同じく前社長の企業理念に共鳴していた岩井常務、理想とする医療機器メーカーを二人で構築しようと意気投合したのだ。そして社会貢献活動にも力を入れることを条件に、昭恵さんのご実家が資金提供してくれることになった。拓也社長と昭恵さんが結婚したのは、前社長と昭恵さんの父親がもともと友人だったことからまとまった縁談だった。昭恵さんの父親は岩井常務とも親交があったようで、人柄なども熟知している。婚姻関係がなくなった元義理の息子より亡き友人の甥っ子に肩入れしても不思議ではない。昭恵さんが両親に説得してくれたのも大きな後押しとなった。実のところ昭恵さんの両親が出戻りを拒否したのも彼女の自立を促すためだったそうだ。名家の令嬢として育ち、専業主婦だった世間知らずな娘を心配して一度突き放してみたらしい。そんな娘が商談を持ちかけてきて、彼らは驚くとともに喜んだ。圭介さんは私の相棒。初めて娘から男友達を紹介された両親は最初は俺に不信感を持ったようだ。しかし徐々に心を開いてくれた。
青木は前社長の若い頃にそっくりなんですよ。俺が子供の頃に憧れたおじさんに。岩井常務からの助言も功を奏した。医療機器にかける情熱は前社長にも岩井常務にも負けない自信がある俺。今後成果を出すことでスポンサーになってくれた昭恵さんのご両親の期待に応えたい。いや、絶対に応えなければならないと決意を新たにした。皆さんも誠意ある会社への転職をお勧めするわ。すっかり自信を取り戻した昭恵さんの顔は社長夫人の頃よりも輝いて見えた。もしご興味あれば今度立ち上げる会社への採用も歓迎しますよ。俺はちゃっかり新会社の宣伝も忘れなかった。あ、社長、辞任届は社長室に置いてありますから、詳しいことは弁護士を通していただければ。岩井常務は改まった口調に切り替えて実質的な決別宣言をした。では失礼します。裏切り者同士、末永くお幸せに。俺も岩井夫妻に嫌味を言い残して、俺たちはまた腕を組み、颯爽と会場を後にした。会場を出た途端、目を見合わせて笑い転げた俺と昭恵さん。早速事務所探しに不動産会社へ行くよ。岩井元常務はスタスタと未来へ向かって歩いていった。ねえ、私たち気が合うと思わない？ほんと、芝居も長年連れ添った夫婦みたいに息ぴったりだったよね。久しぶりに晴れやかな気分になって心の底から笑えたのだった。だけどちょっと圭介さんの芝居は臭かったかも。ふふふっと笑う昭恵さん。やはり昭恵さんは隠れ魔性の女かもしれない。だが年上の女性に翻弄されるのも悪くないとにやけた。こうしてより一層心を許し合えるようになった俺たち。過去にとらわれる時間が減り、ますます距離が近づいた。俺たちの復讐劇の数日後、昭恵さんは自作のタルトを振る舞ってくれた。私は昔からお菓子作りが好きでね。昭恵さんは目を輝かせていた。今からでも遅くないから製菓学校へ行こうと思って、パティシエを目指したいの。実家に出戻ることが許されず、人生で初めて従業員として働いて苦労しただろうが、結果として良かったのかもしれない。昭恵さんの両親はライオンの親のように、一度崖から突き落とすことで自ら這い上がってくるのを待っていたのだ。もう能なしなんて自分を卑下する暗い顔をした昭恵さんはどこにも存在しない。自分の意思で羽ばたくことを選択した昭恵さんに、俺は改めて恋をした。応援します。できればずっとそばで見守らせてくれませんか。俺は勇気を出して告白した。一人前になるまで待たせることになるけど、それでもいいの？もちろん。俺が満面の笑みで答えると、昭恵さんも微笑んだ。遠回りしたけど、やっと運命の人に出会えたかもしれない。恥じらいながら頬をあからめる昭恵さんを俺はぎゅっと抱きしめた。それから俺と昭恵は正式に交際を始めた。2年生の製菓学校を卒業し、憧れのパティシエが経営する製菓店で修行を始めた昭恵。俺はそばで応援し続けた。そして交際から5年後、俺たちは結婚。俺自身も仕事が充実していたので、昭恵を待っているという感覚はなかった。なんせ岩井常務と立ち上げた会社を軌道に乗せることに夢中だったから。結婚からほどなくして、昭恵のお腹に新しい命が宿った。昭恵は40歳、俺は39歳。高齢出産と呼ばれる年齢だったけど、あっさり自然妊娠したのだ。前の結婚で子供を授かれない原因は昭恵にあるとされていたこともあり、期待していなかった俺たち。特に不妊治療することもなく、成り行きに任せていた。産婦人科でエコー写真を見せてもらった時、もちろん大喜びしたが疑問も残った。私は以前別の男性との間になかなか赤ちゃんが授からなかったのですが。不妊相談でメディカルチェックをしてもらったわけではないので、医師として無責任なことは言えませんが、
パートナーが違えば妊娠確率も変わるということでしょうか。産婦人科医は細かな言及はしなかったが、案に男性不妊が原因だった可能性も示唆した。そういえば5年経った今も拓也社長と里子の間に子供が生まれたという話は聞かない。それどころかワンマンな経営方針が悪影響を及ぼし、業績は下降の一途をたどっていると聞く。それもこれももう俺たちの人生に関係のないことなので気にしていない。明恵はトラブルもなく妊婦生活を過ごし、無事に息子が誕生した。俺たちは生涯を誓ったパートナーに裏切られた過去なんてまるでなかったかのように、今とても幸せだ。しばらくは子育てにかかりきりだろうが、いつかお金を貯めて明恵の店をオープンさせたいと目標も立てている。これが俺たちの馴れ初めです。ご視聴ありがとうございました。今回の2人の馴れ初めはいかがでしたか。よかったと感じた視聴者様は、今すぐ画面下のチャンネル登録と通知用ベルマークを押してください。新しく投稿された動画をいち早くお楽しみいただけます。またいいねや馴れ初め最高とコメントしていただけると励みになります。他にも素敵な馴れ初め動画がたくさんあるので、よかったらもう一本見ていってくださいね。